あ、そうだ、私さ、あのさ、ちょっとね、今、それつながりで話すけど、金前さんがさ、足に塗ってたスプレーの名前って何？もうずーっと昨日からそれを思い出そうと思ってさ、なんか、スプレーみたいなのしてんじゃん、足に。黒いボトルで、あ、ド M だ、ド M だ。それがさ、ずーっとね、昨日から何のスプレー、名前なんだっけだってさ、出てこなくて。あれって何なの？あのスプレーって。ドンキーホーテに売ってんの？ドンキーのスプレーだからド M なの？あ、マグネシウム入りのスプレーなんだ、あれ。それをなんかね、一生懸命足にシュッシュッシュッシュしてんだよ。シュッシュして、マッサージして、みたいな。何のため？多分、むくみとかを、むくみ防止とかじゃない？あれ。血流を良くするとか。だって足に塗ってたもんね。うん。でもああいうのはちょっとわかんないな。実際使ってみないとわかんないよね。だから私もちょっと買ってみようかな、あれ。本当に効くのか。肩こりとかにも効くんでしょ。ね。本当よね。はあ、ここはママと連絡取ったと。取ったよ、取ったよ。誕生日プレゼントも喜んでた。私うちのお母さん誕生日プレゼント、リファの最新のドライヤーを送ったんだよ。そしたら、ってこんな高価なものありがとうって大事にするねって連絡来た。今までね、そう、誕生日プレゼントが私あげてなかったからさ、家出してたし、まあ、ちょっとね、余裕があるんで、今はさ、そういうので、なんかいいものとかさ、そういうので返していきたいな、みたいな、ちょこちょこね。な、こないだ母の日も現金をあげたりとかさ、そう、そういう風にね、旅行はでもどうだろうね。うちのお母さん体調とかね。なんでいつもうちのっていうの？あ、うちのお母さんって？なんでなんだろう。でも、うちの旦那とか言うのと一緒じゃない？外で言うじゃん、みんな。外向きに。うちの旦那なんですけどって言うよね。それと一緒、うちのお母さんですけどっていう、みんなに説明をしてるときに言ってる言葉じゃない？うん。外向きの言葉だよね、うちのっていうのは。うちの家内とかさ、うちの嫁がとか言うじゃん。なんかみんなに向けて紹介してるような感じ。家族が国家聖書楽しいって言ってた。やだー。恥ずかしい。隠れちゃう、ここに。やだー。やだ、見てたのはね。やだー。恥ずかしい。こないだのゼロワンくんの国家聖書でしょ？じゃあ、ああいうのね、私ね、見られたくないのよ。恥ずかしいね、あの、仕事モードになってる時のね。嫌なんだよ。ああいう印象がつくじゃん。ああいう感じのさ。わかるかな、みんな。あそこまでやってて。じゃ、もっと可愛い、好きな男には可愛い部分もね、もっと見てほしいのよ。本当の私っていうか。ね、誰にも見せないかも。誰か気づくかも。Take down that sinking can. 誰にも見せない顔、誰にも見せない顔。You're my sense of system. みたいなさ。ああいう本番に私弱いんで、いつもね、本番前に練習とかするんだけど、いつも本番下手くそなんだよね、歌歌う時とかね。何なんだろうね。何事もそうなんだけど、私、本番に弱いタイプなんだよね。通販番組とかもそうだったけどさ。
そう、緊張しちゃうんだよね。一応ね、私にもボイストレーナーがついてるんですよ、実はね。音大のめちゃくちゃ有名な先生が私にレッスンをしてくれてるのよ。うん。今回はレッスンしなかったけど、この間のゼロワン君の格闘技のスパークの時は、その先生からレッスンを受けて歌ったんだけど緊張してうまくできなかった、みたいなさ。結局ね、ガチガチになっちゃって、みたいな。うん。やっぱりね、こうさ、目の前にいるのといないのとで全然違うんだよね、会場とかさ。じゃあ、例えば、今マイクをね、会場でマイクを持って、じゃあ、千人の前で話してくださいって言ったら話せないの。私、緊張しちゃって。今目の前に1万人の方が見てるんだけど、ここでは話せんだけど、みたいな。そう。だって画面越しはさ、みんなの目がないじゃん。目の前にいないじゃん、ぶっちゃけね。まあ見てんだけど、みんなこうやってじーっと私のこと見てんだけど、それが見えないじゃん。うん。そうなんですよね。だから、そういうさ、会場とかに行ってさ、目の前に100人ぐらいいるともう震えるもんね、こんなになってな。もうこうやって、こうやって。もう手が震えちゃって、もうガタガタになっちゃって、あーって落ち着こう落ち着こうって言ってね、ふーとかやったりとか、こうやってね、こうやって、こうやったりとかさ、わかる？こう、こんなんでやったりとかさ。で、もう震えちゃうから、ね、こうやってても震えるから、この先をつかんだりとかさ、こうやってね、こういう風に。それでも震えるから2本に増やして3本に増やしたりとかさ。それでまた緊張してきちゃってみたいな。この辺をこうやったりとかさ、こうやったりとかさ。わかるかな？でもこれが安心するからな、緊張した時。こうやってやるの。こうやってやったりとか、なんかこうやってやったり、こう、ここでさ、胸の前でこうやってギューってやるとかね。こうかこうだね。そうすると震え弱くなるんだよね。うん。腕たくましい私。そう？そうかしら。たくましいかな。でも最近筋肉落ちたよね。全然ね。筋肉落ちたの。昔はこれ全部筋肉だったね。ここまでね。ここは今、ぷよぷよじゃん。ここまで筋肉だったんだ。私、ボコってさ。あと、ここら辺も全部筋肉。ぐやってさ。うん。二の腕？あー、足に手がついてるみたいな。あ、手に足がついてるみたいな。最寄り駅のリサイタルは緊張して、するよ、あれ。たまにやってんじゃん、駅前でさ、ゲリラでライブみたいの。すんげえ震えてるからね、私。ただカメラがあるからワンチャンいいんだよ。あれカメラなかったらできないよ、私。カメラで自分のこと撮ってるから歌ったり踊ったりできるけど、公演とかでね。あれなかったら私できない人だから。恥ずかしがり屋さんだから。うん。とでね、アニーなんて歌わないですよ、一人で。カメラがあるから歌う。ただの頭おかしい人でね、急にさ、公園でね、Tomorrow ってね、歌ってたの。歌わないっすよ。でもさ、たまにチャリンコとかでさ、大声で歌ってる人いるけど、あれマジビビるよね。いやーとか言ってさ、わかる？こっち側から来てさ、ね。こにゃーゆきーとか言ってさ、びっくりするんで、遠くから聞こえてね、いるよ。いるよね。もっと時間自分ってーとか言ってさ、何見たらビビるわーとか、夜とか怖いよね、あれね。あ、都会しかいないのはね。都会じゃないと。最初ね、小さく聞こえんね、あれと思ってさ、だんだん近づいてくんだよね。マジビビるかな、あれ。最初小さいのなんだろうと思ったら、すんげえでかくなって。やだ、蜂がいっぱいいる、外に。これ、巣じゃない？